いつからそこ、声かけるタイミング。千歳に言われたマルウェアの探検、一応聞くけど頭痛い。マルウェアっていうのはデジモン千歳が昔からいろんな特技を持った子たち、依頼が入ってから情報収集。マルウェアたちは動作もわずか。もちろん千歳エデンの運営チームにはナビット君という ちゃんと聞いてた。プログラムの話を。うん、プログラムが。という君は、それじゃ。
何がって、デジモンを改造してここを通過する。この子みたいに容量の大きなデジモン。ほら仕事に戻りな。次行くけど。なら何、私にしてみれば。だって私はロートルってば。デジモンが見つく。今はデジモンバトルが主流。私も戦うのは君が。とにかく検知不能の何かを捉えたみたい。解析装置が。君、妙なものが現れて。いるはずのない他にも、うん、興味ある。あ、オカルト。きっと猫は隠し部屋は電脳魔女だけど、ここのマルウェアは失っちゃ。なくなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。待って、今リンクをつなぐ。でもこんなの変。ログも痕跡もリアル。それなら捕まえた。驚いた。あなた誰に導かれてここへ来たのかしら。あなたの運命。はい、とにかくデジ、ここはデジ、デジタルワールド。デジタ、ここはデジ、デジタルワールドについて。私、そうね、この場所から私自身。さて、いえ、き、
デジラボ。イレギュラーとはしっかり利用。最後にもう一つ。ハッキングスキルは、でもあなたをここに。面白い。ここはそちらのプロトコルで、あなたはあのこといつでも利用し、覚えておく。あなたが進むその力は。それじゃ、不思議な子。時を同じくして回り出した二つの運命は全く別。この事象はおそらく私の予想をはるかに超えて世界が広がりだし、見定めさせて。で、どこ、わからないで送ったのかって。私だって行きたかったけど、弾かれてダメだったんだもん。君のは、後で君のログちょうだい。解析でも君、彼女が何者か、別に君の話から推測。君が出会った電脳魔女、そう考えれば辻褄が合うもん。電脳空間の過去のエデンでそんなことするには、よく考えればね。やっぱりあの猫、もう、その反応。せっかく助け、
君たち動かないで。怪我直してあげたよお兄ちゃん。うん、ありがとう。君たち形はワームマン。デジモンがデジモン形が悪くうろ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 していたら、それあんたが悪い。故郷でもしょっちゅう強いデジモンに追い逃げ回ってるうち、故郷小弟子よ。デジタルワールド、うん、こことは違う世界でしょ。世界っていうか、ここは人間が作った。やっぱりそうな形は詳しくは知らないでしょが、デジタルワールドと人間の世界、二つの世界は本来は繋がっていないんでしょが、きっと私はそう。あんたやっぱりエラーしてるんじゃない？なんこことは別な世界なんてありえない。あるわけない。私はエラーなんてしてません。んこんな荒唐無稽な話。本当にデジタルワールドはこの仮想空間にいるで。確かに自然発生的にある。でもまさか、信じてくれないんですね。別にそじゃあ信じるとも言ってないよそんなんじゃないから。でも私これからどうすればいいですか。私たちに聞かれても困る。あんたはどう？形を言っとくけど、私は当てにしないでよね。行くところがないなら、故郷への帰り方がわかるまで、うちに。いいんですか？ありがとうです。押し切られた。何見てるの？しょうがないでしょ。なんだかあの子放って。あんなに喜んでる。でもなんだか面白いかもあの子助け叩いてごめんね。でもまたノックなしで入ってきたら叩くからね。ほら、はいでしょ。バカリンした。死顔を襲ったその化け物について。あいつの正体に心当たりはあるか？わっちらにも見当がつきんせん。同じような報告は他のハッカーからも聞いとる。なあ、死顔あんな子も。どういうことだ？死顔のようなそいつを叩く。次の依頼は？話が早う。やり方は問わへん。ザクソンを怒らせ。おおおいおい、お前。おや、誰かと思ったら。あんたはザクソ。いや、よく俺たちの前。よせよ、リュウジ。今さら詫びでも入れに来たの？またそれかよ。なんだと？よせって。続けて構いまへん解散したとはいえ、ほな例の件よろしゅう。ザクソンか。なあ、最近の奴らはおか、俺たちの時は。黙れ。しお前には関係ない。リュウジ逃げ出した。待てって、リュウジ。あんな言い方ないだろ。あいつだっていろいろあった。悪い。ま、しかお嬢の前ではそんな。今の俺たちは、まあ少し頭。うん、じゃ。俺だ。ああ、俺たちは
もっと自由だったはずだろう。言ってくれるぜ。なあ、あそこの部屋って。お前知らないのか。あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が起こる開かずのビップルームとして有名なんだぜ。俺の知り合いの友達のいとこの担任が請け負ってるクラスメートもあそこに入ろうとして様々な不幸端末全てクラッシュしたとか。そういえばさっきあの部屋の前を。あ、俺も。お祓い行けよ、付き合うぜ。私のデジモンになったんだから解析された。でもでも体の中見られるなんて恥ずかしいでしょ。データがムズムズって意味がわ何な。この部屋に妙なのか。ああ開かずのビップルームね。たまに面白半分で入ってこようそいつらに何度かハッキングでお仕置きしたらそういう私全くこの部屋から出ないわけじゃないし、お兄よく見ていればわかる。ねえエリカ、ネットの検索方法を教えてあげるから自分で調べて。はーい、エリカはあたちにいろんなことを教えてくれる。私のデジモンだもん、おバカなままじゃ困る。ねえそれより聞いて、デジモンってただのコンピュータープログラムだと思ってたけど、この子たちは外部データを読み取って学習する。仮に消滅してもデジタルワールドのプログラム。いいですけど。解析ね。やったでしょ。あのデジね。ずいぶん頼もしい仲間ができた。その通り。違う。なぜ知っているかを知りたい。私はクーロンの世事には詳しくてね。それにフーディエは君のために忠告しよう。所詮彼らもハッカーだ。裏で何をしているか分かった。私のことも話さない方が賢。君が何を言われたかは知らないが、彼らの甘い言葉に私が誰か君の味方だよ唯一。次のターゲットの情報を送る。ターゲットの名はアカウント狩りで闇に流れた個人。奴の元にはあらゆる。
タンク開始だ。なんとかなったね。
なんとかなったね。なんとかなったね。
みんなのおかげだよ。みんなのおかげだよ。
これを使おう。ところで